こんにちは、ヤスです。今回は DTM 音楽制作にこれなかなか使い勝手良くて便利なのでちょっとご紹介します。何かというと、これフットスイッチです。足で押すスイッチ。このスイッチはこれ3つ、1個、2個、3個と3つついてて、で、これパコパコ足で押すわけですよ。で、今ちょっと画面に映しているこれ専用のセッティングするソフトがあるんですけれども、それをまあホームページの方からダウンロードしてきてインストールと。で、そうするとまあこれ USB でつないでると認識してくれるので、で、その3つのこのスイッチそれぞれに何を当てはめるかというのをこの専用のソフトで当てはめていきます。で、当てはめられるのはキーボードにくっついてるいろんなスイッチね。あの ABCD から10キーとかコントロールとかシフトとかいろんなやつね。で、まああとマウスのまあクリックとかを当てはめることもできるし、文字列も好きに書いた文章を1個当てはめることができるんです。だからポンって押せば長い文章でもポンとこうあの表示してくれるっていうね。と、あとはまあマルチ、これはパソコンの機能関係のものですね。と、あと動画を見るとかそういう時にも使えるのかな。で、あとはまあゲームパッドの設定とかね。で、これをね音楽制作で使うとなかなかいいよという、ことなんですけれども、例えばですね、まあ僕がセッティングしてるのは、1個録音ボタンで停止ボタンで、デリートっていう感じで、録音をメインにバーッと作業やっていくときは、まあそういったセッティングでやるとすごくあのレコーディングはかどります。制作がすごくはかどります。あの録音して、あちょっとミスったって、でミスったときに停止して、でこれ停止ボタンもう一回押すと、あのまあキューベースのエンドなんで、あの元に戻るわけですよ、カーソルがね、あのバーの位置が。で2回押してポンポンと2回押して、でレコーディングしたやつはデリートでポンと消すという感じで、やると、1回もそのマウスに触らずに、マウスキーボードに触らずにレコーディングはあのポン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 やっていけるという感じです。まあまだ僕もこれ使い始めたばっかりなんで、いろんなセッティングしてどういうシーンで使えるかなっていうところも探ってはいるんですけれども、編集メインとかの場合だったら、だからまあなんかソロボタン、ミュートボタンとかね、まあ、再生ボタンにするとか、まあそのウィンドウ切り替えのためのボタンを当てはめるとかね、プリセットボタンを当てはめるとか、そういった感じで、まあ、その作業メインの作業が何になるかによって合わせて使うといいんじゃないかなということです。でこれね、一番僕はおすすめしたいのはどんな人かというとですね、ピアノがあんまり上手くない人、ピアノがあんまり上手くない人、つまり僕です。僕のようなですね、打ち込みするのにはまあ困らない程度鍵盤触れますよレベルの人、そういう人にすごいおすすめします、フットスイッチ。ありがてえなって思うのはね、まあ録音ボタンとかをセッティングしておくわけですよ、これね。で実際にまあ入力打ち込みするときに、まあ誰でも基本的に鍵盤でやってると思うんですけれども、で鍵盤達者な人だったらいいんですけれども、まあ達者じゃない人はですね、まあここまあ部分的にレコーディング1小節とか2小節とかね、レコーディングしようってなった時に押さえる場所をこう、まあ、確認しますよね、鍵盤上でね、指でね、で指を置くよね、コードここを押さえてパーッとこう弾くという感じで、よしじゃあレコーディングってなった時に、普通まあ右手なり左手なり離して押すよね、レコーディングボタンを押さなきゃいけないよね。でレコーディング始まったらまた急いで戻そうとするけど、鍵盤があんま上手くないから、こことこことここだったよなみたいな感じでですね、なんか 2,3 秒かかっちゃう、押さえるのにね。そういう人はこれフットスイッチにしておくと、一回あこことこうやって弾くんだで鍵盤の押さえるところに指を置きましたと、そしたらもうそこから離さなくていいわけですよ、もう目も離さなくていいわけで、そのまま足でフットスイッチでポンとレコーディング開始ボタン押してやれば、そのままパッと
入れるのですごくいいです。でまあこその作業がね、一回まあ手離してロコモーターをしてもう一回離してみたいな、その数秒違う失敗したみたいなことも起きるわけですよ。慌てて抑えるからね。でそこで数秒無駄にするっていうことが、これ何百何千何万と何万回とかってこう発生するわけでしょ、これからずっとやっていく中でね。そうするとなかなかバカにならない時間を無駄にすることになるんで、まあ時短という意味を込めてこれ購入しておくといいんじゃないかなと思います。でまあうちの環境は Windows 10 のプロの 64bit でまあ普通に動いています。でまあちょっとその他の環境でちゃんと動くかどうかはまあわからないんですよね。まあなんせ値段がね、今 Amazon だと3600円ぐらいと結構安いやつなんですよ。でまあちょっと僕は他のパソコンショップのポイントが溜まってて、でそれがポイントが失効しちゃうっていうんで、4000円ぐらいだったんですけど、これ買ったんですよね。で足りない分は90円ぐらい払いましたけど、で買ったんですけど、質感的には結構全体的にプラスチックで安っぽいんですよ。で安っぽいんですけど、このペダルがまあ例えばねちょっとグラグラしてるとか、3つともなんか押した感触がちょっと差があるなとか、そういったことはね全くないです。まあ裏はこんな感じになっててね、プラスチックでパッと見というか、まあ、手触り的には安っぽいんですけれども、作りは別になんか問題があるような感じは今のところは見受けられません。という感じなんで、でまあ一つ心配なところといえばですね、耐久性ですね。どれぐらい、まあ持つのかと、パコ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 足で踏んでね、まあ毎日何十回も何百回か踏むという感じになった時に、まあそれで例えば毎日やるとなるとどれぐらい持ってくれるのかなっていうところは今のところまだ分かりません。まあ不安なところといえばそんなところだけですけれども、まあさっきも言いましたけれども、ピアノがあんまり達者じゃない方、録音ボタン停止ボタンなんかをこのフットスイッチに割り当てておけば、いちいち手を離さずに鍵盤からね、また置き直すっていう感じで焦ってレコーディングするみたいな感じにならなくていいので、すごくスムーズにもう気持ちもいい感じで、進めていくことができるので、本当にそういう方に特におすすめしたいです。で、まあ不安要素的にはね耐久性と言ったんですけれども、一つね、まあ今のところはっきりしてるちょっと問題点があって、これ今ソフトウェア出してますけど、専用のねホームページからダウンロードしてこれるんですけれども、これまあここで3箇所のボタンこう設置するんですけれども、なんとですね、まあ複数保存できないんですよ。要はプリセット1プリセット2みたいな感じで、そういった感じで保存できなくて、今ここで設定したもののみです。なのでまあ例えばソフトウェアが全然違う、まあ、DAW ソフトじゃなくて、まあ、例えばちょっとゲームやろうとかねなった時には、またここでそのフットスイッチゲームで使うんだったら、また割り当てをここで変えて、で一旦ここで保存してっていうことをやらなきゃいけない。でまた DAW ソフトに戻るんだったら、またここで変えてっていう、またここで一回保存してっていう感じでやらなきゃいけないので、プリセット形式ではない。なぜと、もうひたすらハテナが頭の中に出まくるんですけども、こういうのはね、本当にもうじゃあプリセット作るときに、いやプリセットでしょって当然浮かんでくると思うんですけれどもね、なぜかプリセット式じゃないんですよね。というところで、まあ唯一いろんなソフトでこう渡り歩いて使っていこうとなったときには、いざそれ不便だよねっていうところがあるという点が今のところまあ目立ってちょっと気になるところではある。っていうところだけなんですよね。ということで、まあ音楽制作にフットスイッチはかなり役立ちますので、
でまあ値段も3600円ぐらい今 Amazon でね、まあ割と低価格で入手できて制作環境かなり良くなるので、ちょっとね気になる方はチェックしに行ってみてください。ということで、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。ヤスでした。ではまた。